プラハの旧ユダヤ人墓地にひしめく、数千の破壊しプラハの旧ユダヤ人墓地は、ヨーロッパで最大のユダヤ人墓地で、プラハのユダヤ人の歴史において、最も重要なモニュメントの一つ。この墓地は15世紀前半から1786年まで、その目的を果たしていた。ラビのマハラルことイエフダレーブ・ベンベザレル、実業家であったモルデカイ・マイゼル、歴史家のダビド・ガンスや、 ラビのダビド・オッペンハイムなど、地域のコミュニティの中で重要な人物たちがこの墓地に埋葬されている。今日ではこの墓地は、プラハのユダヤ博物館によって管理されている。ヘンドル・ベイシービの墓碑の上にあるライオンの表1900年頃の墓碑たち。ハンブルクのナックステッド・アンド・ナザーによる、ステレオ写真の彩色ポストカードこの旧ユダヤ人墓地は、プラハの最初のユダヤ人墓地ではない。 これ以前の墓地はユダヤ庭園と呼ばれ、現在のプラハのニュータウンに位置していた。この墓地は1478年にプラハ市民の不満を受けたブワディスワフ2世の命令によって閉鎖され、後にはニュータウンの街路の下へと隠されることとなった。この出来事以前より旧ユダヤ人墓地の歴史が始まっていることは判明しているが、解説された正確な日付は不明である。 唯一の手がかりとしては、1439年から、あるラビで詩人のアビグドールからの墓碑がこの墓地で最も古い。15世紀の中頃からの継続的な埋葬の時、系列が墓碑の記録から判明している。最後の墓碑は1787年のもので、これより3年前より、啓蒙君主のヨーゼフ2世は、衛生面での理由から、町壁の内側に埋葬することを禁じていた。 後に、プラハのユダヤ人たちは、17世紀頃、ペストの流行により開設された自主化の墓地を利用することとなった。3世紀以上にわたり活発に利用され続けていた、この墓地は常に敷地不足に悩まされていた。新人となき先祖たちに対する敬意は、ユダヤ人たちに古い墓を壊すことは許さなかった。ユダヤ人たちのコミュニティが土地を購入し墓地を拡張する。 許可を得る機会は多くなく、領域を拡張する必要に応じて、利用可能な場所には土壌が積まれ、新たな領域が作られた。この理由により、最も多いところでは12層にも重ねられた場所が存在する。この土地不足への解決法により、古い墓も完全なまま残されることとなった。何にせよ新しい階層が追加されるときには、 古い階層に属する墓碑を保護するために横たえるか、上部の新しい層に移すことが必要とされた。このため、今日では、外から見える位置に墓碑が密集しており、その持ち主の多くは何、そうか、下に離れて埋葬されている。これはまた、なぜ墓地の地面が、周囲の街路よりも、数メートル盛り上がり、土壌と墓碑群を保持するための擁壁が必要となるかの、説明ともなる。 墓地には2種類のユダヤ式埋葬の墓碑があり、古いものは木や石の板からなり、基本的に長方形であるが上部は様々な形をとる。後のバロック機にはトゥンバが見られるようになった。これは一般的に最初に説明した種類のものより代表的なものとされ、小さな家に似る。これらのトゥンバ形式の埋葬例としては、マハラルやモルデカイマイゼルの墓碑が挙げられる。 このトゥンバの中に一体は収められず、その下の地面へと埋葬される。旧ユダヤ人墓地の最も古い墓碑群は簡素なものであったが、すぐに様々なオーナメントが増え始めた。最も装飾された墓碑は17世紀のものである。いずれにせよ、すべての墓碑にはヘブライ文字が刻まれ、個人の名前及び彼らの死亡あるいは埋葬した日を知らせている。ルネサンス期には、 個人の美徳を大いに称賛する追悼文が見られるようになった。16世紀からは人々の職業や名前、性格、人生を想起させるものなど、個人に通じる様々なシンボルで母碑を特徴づけるようになった。このリストは渦の番号に従う。プラハの旧ユダヤ人墓地の純度プランダビドガンスの母碑三角の形状で発する小さな母碑である。 モーディケイ・カッツベン・ガーショウムとその息子ベッツィレルの墓碑。ヨーロッパ全土へ広まったプラハハッカーダーを印刷した印刷工。ダビド・オッペンハイムの墓碑には正面の壁の頂点に六芒星が掲げられている。アビグドールからの墓碑は簡素な長方形である。この墓地で最も古い墓碑である。背の高い長方形の墓碑。ピンカスシナゴーグの建築に取り掛かったアハロン・メシューラム。 ホロビッツの墓碑である。丘の上のネフェレには生後1ヶ月未満の子供が埋葬された。現代のプラハの構築中に発見された遺体と墓碑もこの場所に移設された。最も古いトゥンバはモルデカイ・マイゼルの墓碑である。彼はマイゼルシナゴーグを建築した。ラビの家札レーブ・ベン・ベザレルとその妻はライオンとブドウで装飾されたそれぞれ別のトゥンバに葬られている。 彼の名前は伝説と関連しており、中でもゴーレム伝説が有名である。ヘンドルベイシービのトゥンバは旧ユダヤ人墓地を代表的するともされる墓碑。墓碑の上にはライオンが座っている。ハプスブルク帝国で最初の貴族となったユダヤ人であるヤーコップバセビの妻、ヨゼフ・ソロモン・デルメディゴの墓碑。ヨーロッパ、アジア、アフリカなどで暮らし、多くの研究を行った医師。 ありがとうございます。